高野槙自体はですね、もうやっぱりこの辺の歴史的なところに関わってくるんで、やっぱりこの紀伊半島にある高野山で、そこで真言宗ができた時からやっぱり近辺では作られてたはずなんですよね。花としてですね、流通させれるようになったのは、まあうちが主力として真剣にやりだしたのは2000年ぐらいだったと思います。高野槙自体は植え付けからすごく成長まで、成木っていうか収穫できるまで時間がかかって、大体平均15年から20年って言われてるんですよね。で、まあ15年経つまでは基本的にはやっぱり草刈りであったり植え替えであったりとか、そういう成長させるための、作業、使う道具はまあ基本的には人力で木に登るっていうような、はしごをかけて木に登る、そういう作業が主体になるので、そういう専門のはしご、林業で使うようなはしごですね、そういうものを使います。畑で収穫するものは自然のものなんで、例えばボリュームのあるものもあれば、細いものもあったり、もう様々なんですよ。で、それがその出荷時期で、ばらつきがないように、そこの基準を明確にして出荷するように気をつけてますね。高野槙は成長に時間のかかる植物であって、非常に手間もかかるんで、まあその分リスクも高い、自然災害に遭う可能性も高いので、その辺を踏まえてですね、こういう思いで世話をして生産者が作ってるんだよっていうのを、ちょっとね、もし分かっていただければ本当に嬉しいかなっていうふうに思ってます。私のおじいさんが近所から株をもらってきて、それを細かく割って植えたっていうのが始まりで、もう60年70年以上は経つ。そうですね、消毒から草刈りから肥料やりとか施肥ですね、そんな作業ですね。1年消毒は夏が主に出荷しますので、それまでの間に3回ほど、まあ、それ過ぎてからも一度消毒されて、年に5回ぐらい、いろんな薬剤でやります。そうですね、まず虫ですよね。シャクトリムシ、これにやられますと、新芽とか葉っぱがもう全て食われてしまいます。これは一番の大敵ですね。そしてあとはもう草刈りとか、作業しやすいような形でありますね。鹿とかの害ですよね。ですから我々の地域はもう囲ってないと、もう絶対に作物はもう育てられません。うちにも全部柵で囲ってます。一番よく売れるのがっていうか、需要があるのがお盆前です。ですので、それに合わせて、1ヶ月ぐらい前から収穫していってます。どんな花もそうか分かりませんけども、特に朝鮮巻は先がもう命なんです。先がちょっと擦れてしまったりとかになりますと、やっぱ商品価値になりませんので、とにかく先が大事に折れないように、傷つかないように丁寧に丁寧に扱っていくと、そういうようなことは特にこだわってます。5です。